どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトの案件ね、一つね、解説やっていきたいと思います。先日ね、コミュニティ欄でね、こちらの案件なんですけども、つぶやかしていただいて、解説動画ねぜひということなんで、今回ね、実際にやりながらね解説やっていきたいと思います。今回ですね、パソコンの画面でね見せた方がね、まあ分かりやすいということですんで、パソコンの画面でね解説やっていきたいと思います。それではですね、今回はポイントインカムっていうねポイントサイトです。こちらね、今ポイントサイトの、ポイントインカムねトップ画面に来てると思うんですけども、皆さんはですねぜひログインしてから行ってくださいね。まずこの検索画面の方で SBI で検索するとこちら出てきますね。こちらですね、こちらです。 SBI BC トレードですね。でこちらね、クリックしていくと案件が出てきます。今回の案件は SBI BC トレード、こちらね仮想通貨の取引の案件ですね。 SBI BC トレード、7000円分のポイントがねもらえる案件ということになってまして、ポイント獲得条件ですね、新規メールアドレス登録度60日以内に暗号資産新規1万円以上の購入でポイント対象ということで、まあ、仮想通貨をね、まあ、1万円以上購入するっていうね必要がある案件になっておりまして、注意事項ね、SBI BC への口座への入金は、SBI 住信ネット銀行のご本人様名義の口座が必要ですということですんで、こちらの案件はね、SBI ネット銀行のね、口座を持っている方限定っていう風になりますんでね、その点は注意してください。もしね、持ってない方は、まあ、併用してね、口座開設の手続きをいただくと、取引の際にスムーズですということですんで、もしね、持たれてない方で、この機会にね、口座開設したいよっていう方もね、そのまま一緒にできるっていう感じになっております。ではですね、皆さんこちらログインした状態でこちらポイント貯めるをね、クリックしていただきたいなというふうに思います。でポイントを貯めるをクリックしていただくと、こちらですね SBI BC トレードの方に移動します。でこちらね、仮想通貨のね購入というふうになりますんで、マイナンバーと免許証等々の証明書がね必要というふうになっておりますんで、この手はね覚えておいてください。ではこちら口座開設するをクリックしていきます。そうするとですね、まずメールアドレスを入力していただいて、本人確認書類ですね、運転免許証、マイナンバー、各種保険証種類から2種類ということですんで、2つね必要というふうになります。ではこちらね入力していきましょう。でメールアドレスをね入力したら、口座開設の注意はね確実に読んでいただいて、確認承認しましたをクリックしていただいて、アカウント作成ですね。でそうするとね、登録したメールアドレスに確認メールを送信しましたということで、自分のねメールボックスの方にね、見ていただくとメールが届いております。メールボックスの方に行くとですね、 SBI BC トレードからメールがね届いておりまして、お客様専用 URL っていうのがね来ておりますんで、こちらをクリックしていただきます。そうするとですね、ログインパスワードの設定ということで、ログインパスワード画面がね出ますので、こちらパスワードをね決めていただきます。で、パスワードが決まりましたら送信するをクリックしていただいて、そうするとログインパスワードの設定が完了しましたということで、こちらでね設定完了ということでログインしていきます。ログインするとですね、ご本人情報登録ということで、取引にね関わる確認事項ですねありますので、こちらをねチェックしていきます。まあ、ここら辺ですね、読んでいただければまあ分かると思いますので、こちら辺はね確認してチェックしていってください。そうすると下の方にですね、お客様情報ということでありますので、こちらね記入していってください。こちらね下の方に行くと、本人確認書類の提出ということで、先ほど言ったね2種類が必要になります。免許証等々とマイナンバーですね、用意するようにしてください。で本人確認書類としてね提出できるものということで、運転免許証、マイナンバーカードですね、あと各種健康保険者被保険者証ですね、まあ、保険証ですね、こちらで大丈夫というふうになっております。で写真を撮ってねアップロードしていただいて、情報登録を完了するをねクリックしていただきます。それではですね、本人確認書類のアップロードが済んだら、登録情報を確認するをクリックします。そうするとね確認画面が出ますんで、こちらね確認していただいて、登録をするをクリックしていただきます。これでね、登録、ご本人情報登録完了っていう風になります。それではですね、一度こっちの画面に戻ってきていただいて、そうするとですね、1週間か1週間半ぐらいですね、こういう感じの書留郵便物がね、自宅に到着します。でこちらのね、後ろにですね、
取引専用サイトっていうのと、お客様のね取引パスワードっていうのがね書かれた、書き留め部分がね届きますんで、こちらね到着しましたら、なんつうか、まあ、晴れて取引がねできるようになるっていう感じになります。本人情報をね登録してからまあ1週間ぐらいですね、まあ、ちょっと待たなきゃいけないっていう感じになります。それではこちらでねログインねしていきたいと思います。それではですね、今ログインした状態の画面になっております。今まあ私の口座はお金がね入ってる状態になってるんですけども、ここからですね入金まずね行っていきます。この上のねバーの画面から SBIBC 口座に入金っていうね画面にしていただいて、入金するね金額を打ち込んでいただいて、まあ、入金するっていう感じになります。この先はですね、まあ、SBI ネット銀行の取引ページになりますんで割愛させていただきますけども、こちらでね入金していただくっていう形になります。それではですね入金が済んだっていう状態でトップ画面の方に戻ってきます。そうするとですね、購入できるね仮想通貨のね種類が、まあ、リップルとビットコインとイーサリアムっていうことですんで、今回ね1万円の購入で、まあ、今回ねこの案件 OK ということですんで、一番安いねリップルをチョイスしていきたいと思います。でリップルをねチョイスしていただくと、画面のようなね感じの注文画面に出ますんで、こちらですね日本円の金額っていうのがありますよね。で今回の案件なんですけども、こちらね注文数っていうところの日本円の金額に1万円で入力するとですね、1万円ギリギリでね購入してしまって、1万円以上ねいかない可能性がありますので、ちょっとね多めに注文するようにしてくださいね。1万円以上ね購入しないと案件のね取引条件で、まあ、1万円以上ね購入しなくてはなりませんので、1万円以上ね、購入するようにしときましょう。私はね最初ね1万円で購入したんですけども、1万円分購入で出したら1万円ギリギリで1万円ね超えなかったので、ちょっと追加したんですよね。できればね1万1000円ぐらいの方がね安心かなっていうふうに思います。ですねここをね1万1000円で購入っていう感じですね。で成り行き注文と価格指定っていうね欄があるんですけども、こちらはですね仮想通貨自体がですね、まあ、昔はすごいね売買っていうのがすごい行われてたんですけど、今現在はねそこまで取引量っていうものが多くないので、価格指定にしてしまうと、まあ、なかなか売れなかったり買えなかったりするので、まあ、私はね成り行きでね注文したんですけども、ここはねお任せします。もちろんね成り行きで購入した場合はもう市場価格はねそのまま買える値段でバンって買えるんで、今の価格よりね高かったりっていうのがあるんですよね。まあ、これ売る場合も一緒で、本当は高く売りたいですけども、ちょっとね安めに売られたりとかね、そういう可能性はまあもちろんあるんですけども、まあ、取引自体はまあすぐ終わるっていうことになりますんで、私は成り行きでやったんですけども、まあ、ここはですね損益が絡んでくる部分ですので、まあ、皆さんねどちらかね決めて利用ねするようにしてください。こちらね成り行きか、まあ、価格設定ね決めていただいて、取引パスワードっていうのをこちらのハガキの後ろについてですね入力していただく。もしね変更された方はね変更した、まあ、取引パスワードになると思うんですけども、こちらの、取引パスワードに入力していただきます。でその下にですねコインを買うっていうのとコインを売るっていう画面があると思うんですけども、今回の案件はですね購入が条件になっておりますので、この点もね注意してくださいね。購入をしないとポイント獲得条件ね満たしてないっていう感じになってしまいますので、コインを買うっていう方でね取引してくださいね。間違ってもコインを売るっていうね方はしないようにしてください。まあその点をね注意していただけたらなっていうふうに思います。それではですね次に売っていきたいと思います。購入したらですねちょっと私の今までの取引履歴を見ていただきたいんですけども、こちらにね仮想通貨のリップルで数字が出ておりますよね。何リップルみたいな、まあこれじゃ440リップル210リップルみたいな感じで保有しているね仮想通貨の、まあ、数がね出ておりますよね。ですんでまあこちらをね売っていくっていう形になります。私の場合はですね残ってる部分だけね売っていきたいと思います。まあこちら一例としてね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。でリップルの数を入力していただいて成り行きでね注文していきたいと思います。で先ほどね購入しましたので、まあ今回はねコインを売るでね選択していきます。それではですねこれで取引が終了するとですね、こちら右側の画面ですね、約定履歴っていうところにですね買いとね売りが表示されるっていう感じになっております。
まあ、これでね1万1000分購入して、まあ、1万1000分ね、まあ、売却したっていう感じになりますね。まあ、ここで、まあ、損益が出てくるので、まあ、成り行き注文にするとかね、価格指定とかねするのはちょっと皆さんにお任せしますけども、個人的にはですね、こういう株取引とか FX とかね全くやったことない方はですね、あんまりね暗号資産とかねそういうの保有するのはあんまりお勧めしてないので、成り行きで注文する方がいいのかなというふうに思うんですけども、まあ、ちょっとねこればっかりは損益が伴うことというふうになりますので、そちらはですね皆さんで判断していただけたらなっていうふうに思います。ひとまずですね購入して売買したらですね、出金はしないでですねポイントサイトのポイントをね付与待つようにいたしましょう。いかがだったでしょうか。今回ですねポイントサイトの案件ポイントインカムの SBIBC トレードをですね解説させていただきました。こちらですね7000分のポイントがもらえる案件というふうになってるんですけども、どうですかね、結構大変でしたかね。ポイントサイトのね案件をこなしていくと、このぐらいのね手間っていうのは、まあ、個人的にはねすごいハードルが低いなというふうに思うんですけども、これもですね人によって結構変わりますんで、この動画見ていただいてね7000分のためにここまでやりたくないっていう方もいらっしゃると思いますし、このぐらいだったらやってみようかなっていうふうに思う方もいらっしゃると思いますんで、ちょっとやってみたいなっていうふうに思った方はですね、ぜひね参加してみていただけたらなっていうふうに思います。だいたいねポイントサイトの案件を利用して確定するまで3週間ぐらいでしたかね、まあ、結構ね早いポイント付与という風になりましたので、まあ、個人的にはですね結構おすすめかなっていう風に思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイ、ホテルのことなんかね発信しておりますので、ぜひねチャンネル登録してない方はねチャンネル登録していただいて、いわゆるね一緒に貯めれたらというふうに思っております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。